というわけで、タイトル回収から最初からいくんですけど、あの酔っ払ってタイトル回収を忘れるというのがなんかたびたびあったので、あの最初のタイトル回収しといた方がいいのかなっていうのが、ですね、AI とおっさんの支配はどちらが幸福というあのタイトルにしたんですけど、あのなんか前回にその AI の支配、まあ、シンギュラリティとか言われたり、その AI の支配っていうのがなると思いますか思いませんかみたいな話がちょこちょこあのまあ聞くことがあるんですけど、あのそもそも AI の支配になった時に人は不幸になるという前提がなんかみんなあって聞いてる気がするんですよね。なんかその AI の支配になったら人は不幸になるんだっていうのがあるから、なんか AI の支配も来るんですかとか、なんか AI の支配がいつ頃になりますかとか、どういう形で始まりますかみたいになるんですけど、あの AI の支配になった方が僕若い人は幸せなんじゃないかなと思ってるんですよね。でじゃあ今のじゃあその日本は誰が支配してますかっていうと、あのまあ権力機構でいくと国会議員の人たちが支配してるんですよね。だからその国会議員の人たちが法律というのを作って、でその法律の中で政治家の人たちっていうのがコントロールしていますと。なのでじゃあ例えば若い人が働きました、でなんか給料の 15% ぐらいとかを社会保険料として取られて、で働いてる会社もその社会保険料として同じぐらいの額を払ってますと。なので実はその人に対してあの給料として、まあ手取りでもらう額とは違うんですけど、まあ例えばじゃあその割と優秀な人をじゃあ月100万円で雇ったとしましょうと。で会社がじゃあこの人に100万円使おうってなって、一応100万円分の経費っていうのになるんですけど、実際にはまずその給料の 15% 分ぐらいはまずあの会社側の国民年金分としても、あの年金、厚生年金分として持ってかれますと。で85万円がじゃあその額面上の給料ですよってことになって、で85万円のうちの 15% ぐらいがじゃあ社会保険ねって言って持ってかれますと。でその後に所得税とかっていうのが取られて、で、まあ、月100万円ぐらいだと大体あの所得税とかで、40% ぐらいは取られちゃうので、でそうすると、1000万円ぐらいで 40% 取られるので、まあ、40万円ぐらいがまあ持ってかれますと。で社会保険料と40万とか持ってかれて、で手元になんか35万円ぐらい残るのかな。で35万円ぐらい残って、で住民税とかでまたなんか 10% ぐらいとか取られて、でその30万円ぐらい手元に残るんですけど、何かを買う時に消費税を 10% 払いますっていうので、なのであの実質的にその、あのお金を持ってたとしても消費税でお金減られてしまうので、実質的に買えるものの額でいくと、あの月にじゃあ100万円分ぐらい会社が払ってたとしても、その人が買える額っていうと20万円ぐらいしか月にありませんよっていう状態になっちゃうんですよね。でそうするとそのまあ半分以上で7割8割は自分以外の人が使うお金を稼いでることになるわけじゃないですか。でさらにその稼いだお金でも家賃を払いますみたいになって、なんか大家さんにお金を払いますみたいになるんですけど、でまあ大家さんっていう人がなんでじゃあそこの土地でそのなんか財産を持ってた、そのあの不動産っていうのを持ってたかっていうと、あの長年そこにたまたま住んでた人が土地をこう遺産として引き継いで持ってましたみたいなので、そのじゃあ例えば原宿っていう土地は割と今高い値段でこう買われてたりするんですけど、もともと戦後の時って原宿って誰もその土地主がいなかったので、線引いてここ俺の土地なって言った人の土地になってたっていう場所で、でそこのなんか先祖代々お父さんがじゃあそのロープを張って自分の土地を作って、でその子供がそれをあの遺族として継承して、でなんかアパートを借り、ま、作りました。でそこにじゃ あ, あの若い人がこう働いて家賃を払いますっていう状況で、なのであの人がひたすら一生懸命働いてたとしてもお金バンバン持ってかれるよねっていうのが今の状況なんですよ。で今のじゃあ政治家の人たちのほとんどって60歳以上のおじいさんで、もうほぼ男性であると。なのであの現状はおっさん支配なんですよね。で現状のおっさん支配とじゃあ AI の支配になったら何が変わるかっていう話で、で AI の支配になり始めた頃に多分 AI にその目標を決めることになると思うんですよね。要は AI さんこういう結果になるような政策をやりましょう。例えばじゃあその経済成長をさせたいですっていう目標を決めたとして、じゃあ経済政策、その経済を良くするために補助金を出すだったりとか減税をするだったりとか、でなんかあのじゃあそのそのクールジャパンみたいななんかアニメとかやってる産業にその補助金出しましょうみたいなのを AI が最適な形で設定をするはずなんですよ。要はその経済成長がいいよねとかって何かを言わないと AI ってあのゴールが決められないと進められないので、で多分経済成長いいよねってなると結果として少子化対策を AI はやってしまうと思うんですよ。あの世界中のデータを見ても経済伸びてる国ってあの人口が増えてる国なんですよ。
あの人口が減少してる国で経済が増えてる国ってその一時的にありますよ。なんか戦争ですげえ人が死んだけど、あのその後急成長しましたみたいな。あの戦後の日本とかで、あのいやボッコボコに人が死んで、あの国中ぶっ壊されたから、そのおかげであのいろんなもの作らなきゃいけないから経済復興しましたとか、なんかその特殊な戦争がありましたみたいな条件は別にして、その通常平和な状態で人口が減っていく国って経済的には縮小していくんですよ。なのであの子供増やした方がいいよねっていう結論を多分出して、少子化対策を AI ってしてくれると思うんですよね。っていうのがあって、それ今のそのおっさんたちって頭が悪いので、少子化対策をしない方が日本にとって得だって信じちゃってるんですよね。なのであの子供が減ってる方がいいよねと、要は子供に金使うぐらいだったら高齢者にお金配ってる方がいいよねっていう結論を出してしまうのが今の日本なので、なのでそのオミクロンがすごい流行ってますけど、じゃあもうオミクロンこんだけ流行ってるんだから、あの飲食店とか自粛したりとか、そのなんか営業時間減らしたとかでしょ、もうしょうがないでしょと。だってもう家庭でそのバンバンオミクロン広がってるし、普通の職場で広がってるわけだから、飲食店の時短営業をしてオミクロンが止められるわけないよね。そのあのまあ時短営業でオミクロンを止められた国がそもそもないので、それは他の国見ても無理でしょってわかるんですけど、ただその高齢者の方から見ると何とかしなきゃいけないよね、高齢者対策しなきゃいけないよねっていう風に見えるので、で高齢者はじゃあその高齢者対策してくれる岸田政権を応援するっていうのがあったりするので、結果として若い働いてる人たちっていうのがあの働けなくて苦労してて、大学生とかも大学通えなくてあんまり勉強できないよねっていう状態で、で他の国は経済回してる中、日本だけはこう自粛して鎖国してる状態になるっていうのがずっと続いてるんですけど、それだったら僕 AI に任せてる方がよっぽどマシなんじゃないかなと思うんですよね。で一時的なんですけど、あの株価の下落率がリーマンショックを超えたんですよね。まあたまたま1日だけかもしれないんで、リーマンショックの場合ずっと下がり続けたんで別なんですけど、まあ少なくともあの1日の株価下落率でいくと、あの今までの日本の株式市場一番高い下落率を記録したんですよ。まあ、あのその株式マニア的なところでは岸田ショックって言われてるんですけど、であのこれ別にあの予想の範囲内だったんですよね。要はその経済止めたら株価下がるよねと。でその他の国とかアメリカとかって、そのある程度じゃあそのもう経済復活してる部分ってガンガン金回してて、でも人手が足りねえよと。で働く人全然いないっすよね。働きたいっていうと、なんか蕎麦屋だけど時給2500円になりますみたいなので、なんかすげえお金がインフレしてるんですよね。要はその物価も上がるし労働者の給料も上がるっていうのはバンバンあるんですけど、日本の場合は経済も増やしません、回しません、給料も増やしませんってやってて、でので物買えません、株価下がりました、まあそれはそうだよねっていうっていう状況なんで、なんかその AI とおっさんの支配でどっちが幸福なのっていうので、なんかその AI の支配が良くないっていう風に考える人が割と多い気がするんですけど、果たしておっさんの支配が続くのと AI の支配続くのどっちの方が幸せなのっていうのが、僕はなんか AI の方がいいんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとじゃあアンケートを取ってみます。どっちの支配がいいですか、おっさん AI。これで、ほい、あ、違うな、え、これ、うん、お、こっちか、お、あれ、始まんね、あ、これ、ここの×を押してスタートか、はい、これで出るかな。